てご支援のお願いを本人からさせていただきます。私は今回の市議選にあたって大きく4つの目標を掲げました。一つは働く者が安心して働ける、そんな社会を目指すことです。先ほど中村さんも言いましたけど、本当に働く者が安心して働ける、その社会を目指すことを松本市が本当に素晴らしい松本という形で思えると思います。今人手不足という形で言われていますけど、働く者の労働条件は必ずしも向上されているわけではありません。働き方改革という形で言われていますけど、必ずしも十分なことになっているとは思いません。そして基本的にはそういう労働条件、最低賃金の改善というのは国のレベルの話かもしれませんけれど、地方でもできます。先ほど言いましたように、私は今回の立候補にあたり課題の一つとして公金薬条例の制定というものを決めました。行政が発注する仕事の中で働く仕事の労働条件を一定程度改善するということは、地方松本市全体の労働者の労働条件の改善基盤になっているという形で思います。そのことによって松本市が本当に働く者が安心して暮らせる、働き生きがいのある松本市だということを描くならば、松本市のまた知名度評価が大きく上がり、多くの人が松本に来るということも可能になるかと思います。そんな面で社会を支える働く私たちが本当にいい社会がみんなが望む社会だと思います。そんな社会を目指して頑張りたいと思います。また4つ目には、平和人権が守られる松本市を目指す掲げております。平和があってこそ全てが可能です。また人々がお互いを認め合い、そして支え合い、立ち返り、そんな松本市にしていることが本当に強い松本市であるということになります。いずれにしろこの市議会議員選挙、今週いっぱいでございます。私も精一杯皆さんの力に応えるように頑張りたいと思います。最後の最後まで松本市役所に働く皆さんのご支援をお願いをし、私からの挨拶をいたします。ありがとうございました。それではこれから市内の遊説に行ってまいります。最後までご支援よろしくお願いします。ありがとうございました。横内雄二です。横内雄二よろしくお願いいたします。ありがとうございました。行きますよろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。横内雄二です。よろしくお願いします。